はい、はい、こんにちは、一郎です。さあ、いよいよ積載車の出番がやってきました。おー、何の出番かっていうと、はい、買ったヤリスクロスをエアロ工場開発するところ持ってきます。お早速ですね。早速、はい、でついでに、うん、ちょっと運転のね、はい、レビューなんかをやってみてもかな、なんて思ってます。 OK です。はい、でまずねハンドルをそのまま切ると、これここのここからここまで距離あるから大丈夫。はい、ああなるほど。これぺったり寄せた状態で、はい、ハンドルいきなり全開左切って進むと、うん、これお尻振るんだよ。あ、こっちに行くんですか。そう、ガーン当たっちゃう。やばー、そこ注意するね、線。はい、何かっていうと、うん、これ今タイヤここでしょ。ここです。後ろのタイヤここないないですね。このままハンドル仮にこれ右切ると、はい、ここを支点に、あ、そういうことか。振っちゃうまあこれぐらい離れとれや、まあ、ここハンドル切るときはミラー見ながら注意するわ、うん、このキワキワにおったらぶつけちゃう。難しそうやな。よくぶつける人がおるかもしれんな。いやいや、うん、ぶつけそうですねこれはさて、じゃあ積みますよ。はい、それでこれを下ろすために、うん、まずね、はい、エンジンをかけます。でエンジンをかけてから、うん、PTO っていうのがある、はい、ここに PTO があるんだけど、これを押す、うん、そうするとここ、はい、PTO のランプがつく。この PTO のランプがついたら、はい、このリモコンで動かせるの簡単だね、はい、ほら、もう動いた。ほら、触ってくるよ。すごいすごい。じゃあ下がっとってね。これって、うん、もし後ろに人がおったりしたら止まるんですか？止まらないですよね。いや止まらんと思うよこれは、さすがに。ですよね。うん、だからドライバーさんがやっぱりしっかり周囲確認しないとだね。そう、周囲確認しないと。で、うん、これフルフラットになるの。はい。ただこう例えば、うん、狭い時、うん、これ納車の時とかね、はい、完全に下ろしたけど、うん、多分これでもねフルフラットにせずにこの途中止めても乗せれる、うん、あ、特にこれ SUV だもん。そうですよね、うん、ちょっとマッチしないと。いいね、なんかね。おお、すっごい。これも本当にフラット。これも余裕ですね。これもね。はい。見とって、ほら。これでさ、あ、この線、うん、青い線と青い線を揃えると大体真ん中行くよね、これ。あ、この分かる、これ。分かる。ちょうどこの白い線に青い線が乗っかっとるから、うん、ちょうどど真ん中行くってや。で、このまま行くとまっすぐだよっていうのが分かるから、この、こういうカメラついとるやつってやりやすいな。楽ちんですね。超楽ちん。合わせる必要がない。うん、よし。これヤリスクロスのいいとこってさ、うん、例えばドライブしたら解除、うん、パーキング入れたらすぐに、うん、そうですね。でシートベルトもしないのに、本当だ。こうホンダの車やとドライブ入れても解除しないからさ、うん、そうですね。前一回そういう説明したら、いや解除しますよってコメント聞き取ったんだけど、シートベルトしてなかったら。なの手動でね、ブレーキ踏んで手動ですなんかね。そう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 。さあこれフロントカメラを参考にしたけど、はい、真ん中に止まっとるかね、
どっちかに寄ってないかな。見てみよう。はい。まあ若干左寄ってるから。まあでも空いとるな。いい感じですね。でも、まあ、まあまあまあ、まあ、いい感じ。はい。オッケー。どう？高いでしょ。めっちゃ高いし、めっちゃ広い。で、あとガソリンもないからちょっとガソリン入れるよ。はい。軽油だけどね。うん。あ、軽油？軽油。ディーゼルか。ディーゼル。よし。出発。お願いします。はい、ここ狭いよね。狭い。いや、右に出るですか？右に出る。ゴミ溜まりっぽいんですよね。ハンドル切るとここにぶつかっちゃうから、車庫にね。うん、なちょっと前出てから、そう、ちょっと前出てから内輪差を考えながら、怖い、ハンドル切る、溝があるのに、はい、あ、ここもそう、次今度また左切るけど、その時に、はい、うん、右の後ろが車庫ぶつけないように、うん、捨てないかんからね、すぐにハンドルは切らない。で、今度は左を見ながら内輪差引っ掛けない。ほら、余裕だ。すごっ。ほら、これ狭いなと思っても、うん、すぐハンドル切らずに、うん、これで、よっしゃ、後でハンドル切ればもう全然ぶつからないんだ、これ。ほら、おー、すごっ。ほら、お上手ですね。元トラックの運転手ですから。いやすげー。はい、これも狭いね、ここは。いや、ここも相当狭いですよね。こういうとこはもう向こう広いからさ、うん、まあぶっちゃけ楽勝、まあまあ、ただ左後ろに車が止まっとったから、あれを引っ掛けないように気をつけるみたいな。へ、うん、えー、ああ、意外と余裕なんだ。結構小回り効くんですね。結構小回り効くの。まあ周り注意しながらやればだけどね、はい、あとハンドルすぐに切らない。あとこれオートマだから楽ちんなんだけど、うん、ただちょっと思ったのは、はい、なんていうのDCT みたいにさ、フェラーリとかランボルギーニみたいに、はいはい、特に AMG のスピードシフターみたいな感じ、うん、パンパンって繋がらないんだ。もうあの、うーん、クラッチ踏んでよクラッシャー、ガッチャー、はいクラッチ離してみたいなぐらいに、こうチェンジに感覚がすごい時間がある。あー、そうだね。でアクセル踏んでんのに進まへん。あー、やっぱこれって車積んどると関係ないんですか、重さ的には。あ、重さはちょっと感じるけど、でもこれパワーがあるから。ああ、そうなんや。そんなにむちゃくちゃ気にならんね。これは何 AT ですか。これは6速。6速で、ただの AT ってことですか、まあ、TCT とかじゃなくて、じゃなくて、うん、これはなんか正しくはどうかわかんないんだけど、うん、なんかマニュアルを、うん、ただオートマチックでクラッチ踏んで変速してるって聞いたことがある。これはシングルクラッチのセミオートマみたいな。へ、うん、面白いですね。面白いね、うん、ただちょっとね、違和感感じる。おー、あ、今これ踏んどるのにこうクロってくる。うん、来ますね。うん、マニュアルみたい。そう、マニュアルみたい。で、ほら踏んどるのにアクセルも勝手に緩めてくれるよね、うん、回転数が下がりますね。回転数が下がる。前どう、高さ、目線高いよね。うん、高いし、で、あの、この広さも、うん、カメラの中じゃ収まりきらんっていうか、収まりきらんみたいなね。全部、うん、ガラスみたいな。まあ、ちょっとガソリン入れました。もうガソリンスタンド入るのもちょっと神経使いますね、やっぱり。意外とでっかく見えてね、うん、黄色の枠内にまあまあ収まっとんだよね。あ、ほんとだ。下見たら黄色い枠あるでしょ。うん、収まって、ギリギリね。よし、さあガソリン入れるよ。はい。これ、携帯カメラじゃないからね。うん、違います。これね、ガソリン、このキャップがあるの。そこに入れるんだ。で、はい、これディーゼルって書いてあるでしょ。反対になっとるけど。お前、こうやって書いてる。で、鍵がある。はい。鍵を挿して、うん、オープンで、緩める。おー、すごい。これ、まあまあ空っぽや。蓋し合わせるから大変やね。で、軽油なんだけど、はい、さあ何リッター入ると思う？で、このデカさってことですね、タンク。まあまあ入りますよね。え、今空っぽですか？今空っぽ、ほぼ空っぽかな。社長、とりあえず予想を聞かせてください。85。 85？、うん、
や90いくかな。私は80にしていきますか。80ね、はい、よし80と85、はい、どっちが近いかな。エネキーをお試しください。なんか新鮮ですね、しゃがんでガソリン入れようって。わかる、見える。え、マジで見えるじゃないですかこれ。すごっ。ああ、なっとるし。おー、すごい。今で何リッター？今でね、55です。マジか。あれは50か。59でした。2人とも大ハズレでしょ。まあ大ハズレけど、のりちゃんの勝ち。で、これを今度右に回す。はい。よし。おお、勝ちっていうね、はい。で、クローズのとこ押して引っ張る。なるほど。これで、あとは、こぼれるんだ。こぼれる。これを拭かんかったら。もうこの辺ドロドロになってる。うん、ギトギトになりますよね。これをキャップ OK。 キャップ OK。 あ、レシート OK。 レシート危ない危ない。ちなみにいくらなの？軽油なんで安いですよね。6219円。おー、安っ。ガソリン満タン飲みました。はい、出発進行。結構これでも二足発進なんだよな、これ。あ、そうなんだ。そう、これオートマだからさ、うん、勝手に2足。1足はね、うん、もう結構も上り坂と。あー、そうなんですね。そういう時に使うね。じゃあオートマのあのローギア的な感覚で使うってことですか？もうそう、うん、もうローギアでも1足はすごいよ。普通のマニュアルでも、うん、あんまり1から使わんかもね。あ、そうか、トラックは2足発進って言ってましたもんね、うん。もう1にしたら、うん、もう、もうな、スピード全然出てないのにすぐ2速ですよ。へー、ちょっとタコメーターじゃ見とって、わざと1にするよ。マニュアルモードで1にしました。はい。さあ、何キロで4000回転まで回っちゃいますでしょうかね。15キロぐらいでもうこんなんや。そう、だからもう2速発進が普通にいい。普通なんですね。トラックもマニュアルとオートマでどっちが燃費がいいとかあるんですか？まあ、マニュアルの方が燃費いいでしょうな。ああ、そうなんだ、うん。でもこれマニュアルみたいなもんだもんな。セミオートマだと思うよ。でもまあトルクがあるからすごく乗りやすい。本当にあのストレスあんまり感じない。ただちょっと長距離なんかで上り坂とかどうなんだろうなっていうのはあるよね。途半車線で大丈夫かどうかっていうところは気になるけど。そうですね、うん。さあ、ブレーキはどんな感じかな。軽く踏んだだけだと、うん、なんか特に普通なんだけど、うん、強く踏めば踏むほどグッと止まる。おお、すごい。これはいいね。結構止まるんですね。結構止まる。普通に踏んだらなんか、ああ、なんかちょっと物足りないかなと思っとったけど、うん、グッて踏んだらグッて止まる。おー、すごい。この重さを止めるんだよね。すぐ止めれるようにね。当然ちゃ当然かもしれんけどな。あ、そうなんですか。いやー、だってこんだけ重たいのに止まらんブレーキ装備させとったら、止まらんドーンだよね。やっぱりトラックってその制動距離が長いっていうじゃないですか。まあ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 、ほら車に比べたりスポーツカーに比べたら長いよね。でも10トントラックのブレーキなんて、うん、あれだよ、あのエアーブレーキって。何ですかそれは。エアーブレーキってエアーだから空気。そう、空気。あのほら、あのトラックはタンクいっぱいついてるやん、うん、右側に。多分これもついてないか。ここはタンク2個ある。ほんまや、これも銀色のやつ。うん、これタンク。タンクついてる。あれエアーが、あれ、あの中にエアが入っとって、うん、そのエアの力でブレーキ、エアブレーキ。すげえ。そう、だからクラッチもエアだよな。あ、そうなんですか。まあ、俺が乗っとった時はね。だからクラッチを踏んだり破産したり、踏んだり破産したりしとったら空気圧がだんだんメーターなくなってくる。ブレーキもね、踏んだり破産したり、踏んだり破産したりしとると、うん、そのうちエアなくなって、うん、止まらーんってなる。マジか。
まあよっぽどそんなことないか。ここ結構怖いですね。怖い。幅余裕なんですか。幅は全然余裕。だって10トントラックもっと広いやん。あ、そっか。そう、余裕余裕。さあ上り坂。はい。あ、今一速、今一速シフトダウンしたね、勝手にね。そうですね。もう全然上るよ、苦じゃない。うん、しっかり上ってますね。早い早い。あ、これパワーあるわ。これは快適な積載車だな。いいですね。これで200万円台、安い。安い。 USS って書いてある。うん、 USS 書いてあります。あれはオークション会場。あ、ほんだけん車あんなにいっぱいある。そう、めっちゃいっぱいある。あ、ほんまや。これは、これほんまめっちゃパズルある。救急車ほどか。え、知らんかった。こんなとこにこんなものがあるなんて。そう、これ USS。 ほら、こんな看板大きく USS って書いてある。書いてます。業者さんはここで車を落としてくるってこと。そう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 。早いよ。オークション見たことある？ない。ほんまに早いからね。うーん、もうパッと来て、うん、タラ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 ンって上がって、はい、次、はい、次みたいな。へえ、そうなんだ。そう、まあ、見放し合いは。なんかいつも全然見れんものが見える感じしますね。そうやな、視点が高くて。すごい。特に低い車だとこれ壁がね。そうですよ、こんだけ高いんで。ね、うん、すごい。これって速度は何キロ出るんですか、うん、これスピードメーター160まで書いてあるね。160まで。これで160キロ出たら怖いだろうな。いや、実際出したらすごいことになりそうですね。いやー、カーブとか倒れそう。あ、でも、うん、ほら、あんな箱みたいなの積んどらへんから、なんか重心低そう。か、確かに、うん、カーブ刺さしてる。うん、結構、うん、カーブ。まあ、安全速度だけど。はい。安全速度だと全く地位感じないわ。うん、普通、ほんまにまっすぐみたい。まっすぐみたい、そう、まっすぐみたい。のりちゃん、これわかる？この辺になんかね。ん、うん、これこれそれ、うん、それ何かわかる？なんだろう、コンピューターかなんか。デコデコっていうの。わかんないっす。デコルみたいな感じですか？あのね、車のバッテリーって何ボルト？12？ そう、うん、トラックは？12？ おお、そうか、物知りののりちゃんでもトラックは知らんかったか。24ボルトなの。あ、倍なんですね。バッテリーが2個つないであるの。ってことは24ボルトでこのナビ使うと、うん、飛んじゃうね、うん、電圧高すぎて。はい。ってことで24ボルトから12ボルトに変換するのがそれ。あ、これで変換しようか。そう、これがデコデコ。まあでもね、ちょっとナビが、うん、古い現代を感じますね。現代感じるじゃん。はい。もうなんかこの道路の線がまっすぐじゃない、もんギッザギザやからさ。ギッザギザやね。わかるかな。ギザギザやね。そうだからね、うん、ナビ変えたいなと思ってるの。まあでもナビを変える動画も撮ってみたら面白いかな。自分でできると思う、これ。トラックは普通の車と同じような感じなんですかね。同じだけど、そう。まあただこの電源なんかはこのこれから来とるから。これからね。そう。はい。だから分かりやすいと思う。しかも最初からついとるし。あ、そうか。そう。もうつなぎ変えるだけですもんね。そう。またそういう動画もね、撮りたいと思ってまーす。はい。のりちゃん、あそこのビル見える？あれ、名古屋駅よ。あ、あれか。隠れた。隠れた。なんか不思議なデザインの。そう。モード学園。あの、ねじれた。そうそうそう、ね、名古屋モード学園、うん。茶色いマンション。うん、茶色っていうか、ブラウンのマンション。はい。ここから見たらなんか普通やん。うん、普通のマンション。これでもめっちゃおしゃれなマンション。中とか、うん、あとホールっていうか、はい、玄関ホール。はい。もうめちゃめちゃ何ここどこみたいな。え、そうなんですか。そう。すっげえところ。高いんですね。高い。家賃高いところで50万とか。ああ、1ヶ月。1ヶ月50万円の家賃みたいな。払えなーい。あとね。うん、普通のトラック、まあトラックって言ってもあの箱のね、はい、トラックと比べて、うん、積載車のいいところ、はい、車を下ろしたら後ろがよく見える。あ、ほんまや、めっちゃ見えるわ。すごい。ミラーでもよく見える。
ぐらいでも見えますか？見えますね。でしょう。うん。はい、でね、はい、ちょっとあの運転中だからカメラ目線できないけど、うん、あの今後もね、またちょっと積載車で、まあ、ナビ取り付けの前にホイールね、ちょっと塗ってみようかな。え、積載車ですか？うん。おー、いいじゃないですか。缶スプレーで。あー、楽しそう。あやちゃんやりたいやりたい、うんうん、言っとるからさ。はい、はい、またお楽しみに。はい、お楽しみに。